ゼータから学ぶキストルラウンドのの守り方なのだこの試合はグローバル e スポーツとのワインドなのだ GE 側は A ラッシュゼータ側は B4 でのプッシュの構えなのだまず結論から話すんだけど。 セータは守りのピストルラウンドで人数をかけたプッシュを多用するのだその理由は守りのピストルにおいては相手の情報を取るためのアビリティがマネー的に少なく時間をかけるほど不利になっていくから開幕で人数をかけてプッシュしエリアと情報をアグレッシブに取ってるのだそしてプッシュしない反対のサイトはセンチネルに守らせてリテイク配置にしてるのだ 今回の場合はラズ選手がヘブンで引き守りしていてワイヤーに引っかかってくれたり目抜きで1キル取れればいいなって感じだったのだそしてここで正面が少なすぎるから裏が多いと気づいた GE が CT をプッシュしてエリアを広げようとしてるのだそしてその間にゼータは裏ガンガン詰めてるのだ この作戦において何より重要なのが CT を守ってる人つまりラズさんが死なずに時間を稼ぐことなのだ十分な時間稼ぎのおかげで斎藤ト,トレ解除を始めれたのだこういう作戦を立てるには最強のセンチネルが必要になってくるのだラズさんへの信頼があってこそできるものなのだナイスラウンドなのだ次は第2マックのアイスボックスなんだけどここでも B さんで当たる構えなのだ このラウンドもさっきと同じようにセンチネルのいるサイトはリテイク配置なのだ開幕敗イ度イを使い B メインを強くコントロールしようとするゼータここで B さんを確認した GE は即 A に。 ここで A 側での足音が多いことと B にアクションがないことから B プッシュ A サイト側はすでに CT まで引いていて相手にエリアを広げさせないように常待ちさっきのマップと同じような作戦だから CT に早めにプッシュしてくることを警戒してラズさんは CT にモロトフを入れて警戒ヒロロンさんはショックボルトで削りに行くまだ裏が遠い段階で1キル取られてしまったけどまだラズさんが生きてるし。 GE としてもさっきのガチ解除の二の舞になりたくないから裏が近いかもしれない現状で CT に強気なプッシュはできてないのだここで無理してピークしてきたのをラズさんが切るここからは順当に人数をかけた打ち合いで勝利していくのだピストルラウンドは銃の連射力的に人数が正義なのだピストルは人数これだけ覚えて帰るのだここもナイスラウンドなのだ次は T1 とのロータス戦なのだ アセントではプッシュはなかったけど人数をかけた A ショート守りとか人数を固めてるシーンは見られたのだこのラウンドでは A4 での守り開幕カーテンを上げてホウントでの目抜きを狙う作戦なのだそして A に来ていなければ人数かけて BC の裏を取る作戦だったと思うのだ開幕カーテンを上げて少し待ってからホウント本来ならもう少し相手が手前まで来ているから。 後ろに来たホントを壊せず撃つす作戦だったんじゃないかと思うのだここは当たりを警戒していた T1 がうまくさばいたのだこの当たりの冷静な対応とかは T1 のロータスのンドの高さを感じさせるのだ特に前半の守りでのエクスキュレイト選手のチェンバーオペえ向かったのだメインのチェンバーの圧でスキルを使わせまくるしそれでもキル取るし色々ヤバやばかったのださすがに CSGO でレジェンド的な選手だっただけあるのだ チーム全体としても相手の行動の読みやチェンバーの運用がうまくてすごかったのだこのラウンドはナイストライなのだそして第3マップの3セットでもゼータはミッド4でのプッシュの構え B 側はサイファーのセットアップで A はフェードの策的で管理する作戦なのだ開幕ブリーチがタイルにスタンを打ちそこにレイズオーメンが飛んでいってキルを狙う感じなのだまずオーメンはシュラステレイズはブラストパックでプッシュ そしてスタンの当たったっを最速切るこのワンピックで相当有利になったのだそしてここでラズさんが11トレードしっかりカルペも90カットしてるのさすがなのだそしてミッドのコントロールを取れたゼータは B によりヒロロンは1人で A メインの情報をジグルピークで取ってる形なのだここゼータとしてはサイファーが死んだしおとなしく B に来ると予想してたと思うんだけど。 キーワン側はミットに戻りキルを狙って人数不利をなくす判断人数体力不利で目もいないから人数をかけた打ち合いでカップ撃破を狙う作戦だと思うのだそしてトッププッシュここまで4ラウンド見てゼータがピストルでいかに人数をかけたプッシュをしてるか分かったと思うのだこれ結構コンペでも真似できるシンプルで強い作戦だからおすすめなのだピストル取れれば勝率相当上がるのだここ神スタンなのだ ータ4対2ですそして神パラスキルの完璧な返しでうまくさばいたのだ今回はここまでそれではアデュ生。